皆さんおはようございます。こちらご覧ください。今年の2月14日ちょうどバレンタインデーの日に植えました菊芋ですね。塊の球根を植えた菊芋が、僕の背丈を越して、そして剪定して、そしてこの葉っぱと茎が役目を終えて枯れております。そうなりますと収穫のサインですね。11月の下旬から2月ぐらいまで、菊芋の収穫シーズンになります。収穫してまいりましょう。まずはこちらの役目を終えたこの茎、これをカットしていきましょう。このハサミでもう上は使いませんのでカットしていきます。このね主軸がとても硬い感じなのでちょっと無理かな。こういうふうにカットします。そうすると比較的浅いところに、生姜のようなね、塊が ありました。早速ありましたね。これがご覧ください。菊芋です。菊芋を今日は1本分だけ掘ってしまいましょう。というのを、この菊芋、掘り出して、土がついてない状態で水とか日光とかに当たると、この栄養素、いわゆるイヌリンとかの栄養素が、どんどんなくなっていっちゃうという、デリケートなお野菜なんですね。ですから、収穫するのはもう消費する分だけ、その都度掘り出すということがよくて、土につけといたら冷蔵庫に入れても大丈夫なんですけども、うわゴロゴロ取れますね。こんなうわ結構たくさん取れますね。さすがこのね大きく育っただけあって栄養素をたくさんねこの地中に蓄えているなという感じが。嘘こんなにあんの。ゴロゴロすごいね。これは価値ありますよ。これもねとても体にいいお野菜なんですよ。うわ宝の山ですねこれは。こんなにあるんや。これちょっとおすすめじゃないですかね。1年経ってないですけども、ちょうど1年ぐらいでこれだけの大収穫が、うわこれめちゃめちゃ楽しめますよ。ちょっと今日これだけ掘って大丈夫かな。ご覧ください。こういう風についてるんですね。こういう風に、つながっております。これもちょっとカットしてみましょう。はい、たくさん、取れました。この菊芋、こちらはですねイヌリンというのが含まれておりまして、イヌリンは、消化によってオリゴ糖の一種、菊芋オリゴ糖という、なんか菊芋の、イヌロオリゴ糖という、オリゴ糖になりまして、血糖値の異常によって起こる糖尿病などに良い影響を与えるんです。そしてカリウムはナトリウムを、塩分ですねを排出するという役割がございまして高血圧に、効果があります。そして調理の方法なんですけども炒め物、そして揚げ物、煮物、きんぴらとかですね、そして加熱料理に、向いております。加熱料理に向くんですけども生のままスライスして、サラダとして食べることも可能でございます。料理の方は別の動画でご覧ください。これすごいな。きんぴらとかが有名なんですね。そしてお茶にしてもいいわけでございましてね、高血圧とか血糖値の異常によって起こる糖尿病とか、防ぐ働きがあるというね、大人になったら菊芋ですよ。でですね、この持って帰るときにですね、この土を塀に払ったりせずに、この土のついたまま持って帰るというふうにしましょう。というのも、この皮にね、やっぱり殻をきれいにしちゃうと、水分とか、この日光とか光が当たってしまうと栄養素がなくなっていくという、そういうデリケートなお野菜なので、こうやって土がついたまま持って帰るという、ごぼうみたいな感じですね。土がついたまま、持って帰って鮮度のいいうちに食べるといいお野菜菊芋でございます。
で、消費する分だけこの掘り出すもんなんですけども、こんなに調子のアホみたいに掘り出してしまいました。どうしましょう。大丈夫です、土の中で保存するという方法で2月ぐらいまでいけます。この土の中に、埋めておくと、この、茎とか根っことかにつながってなくても保存ができるということでございまして、土というのはね偉大なんですね。まあ、雨とか降っても全然大丈夫です。このね、土がちゃんとね、保存の役割をこの菊芋を守ってくれるということで、もう一度埋め戻して、そして上から土をかぶせましょう。この、ね、なんか宝物を埋めるような感覚ですけど、すごいですね。こんなに取れると思いませんでしたね、菊芋。これ、めちゃめちゃ大成功したわけじゃなくて、これがスタンダードです。ですから菊芋お野菜ね、まあ、あの高血圧とかね、糖尿病とか予防になるんですから、本当にね、大人になったら菊芋ですよ。こんなにおすすめのお野菜です。ちょうど冬が収穫期というのもいいですね。冬にね、食べ物が少ない季節にこうやってね、たくさん豊作になるんですから、こういう風にして、保管しておきましょう。土をちゃんとかぶせてあげないと持ちませんよ。で、もう一本ありますね。これ次に、ね、2月ぐらいまで持ちますんで、菊芋土の中で、保存しておきましょう。